発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。9月12日木曜日22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は木曜日ですので、木曜団員、元産経新聞記者フリーライターの三枝源太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、9月12日、今日も、盛りだくさんの話題、自民党総裁選挙、今日告示日を迎えました。午前10時15分で、届け出が締め切られまして、9人の候補者の立候補が認められまして、これから15日間、9月27日まで日本の舵取りを誰に託すかという重要な自民党総裁選挙が行われます。ご視聴いただいている団員の皆様にもね、いろいろな思いがありますし、告示日以降のフェーズに入ってきましたんで、さあもう永田町界隈はもうざわつきまくりでね、そんなこともレポートをしながらですね、今日もいい番組にしたいなと思っております。本日も2000人ルール適用でございますので、ぜひ団員の皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。そして、文化人ダイヤモンドクラブのご登録もぜひよろしくお願いいたします。本日のお品書きに参ります。もうちょっと今日はね、時間が足りないと思いますんで、はい、それでは一般公開ライブ、自民党総裁選が告示、各陣営の推薦人は、そして北朝鮮、ミサイル発射、朝7時30分20分ぐらいでしたかね、一報が入ってまいりました。そして、米大統領選、討論会ね、これもリンクしておりますというラインナップでお届けさせていただきます。それでは1番参ります。自民党総裁選が告示、9人乱戦、決選投票見据え、議員票争奪、鍵握る菅前首相、麻生副総裁、岸田首相ということであります。15日間の選挙戦では決選投票を睨んだ、同じことを読んでますね、すいません。要はお三方のですね、動きが鍵となるということです。2番、三枝さんのツイートです。国会議員数でも小泉進次郎氏、石破氏に肉薄していますということです。ジャーナリストのお立場からどうですかね、三枝さん、今日一日どのような印象を持たれたでしょうか。はい、実は今日は宮城県の方に来ておりまして、そちらに今日は首引きだったので、細かく見たわけではないんですけれども、もうすでに三強はなんか決まってるのかなと、小泉さん、石破さん、高市さんと。で、今まで高市さんの、強みは、党員票だろうと言われていましたけれども、国会議員票がちょっと少ないということは常々言われていたんですが、小泉さんと石破さんもそんな言うほどすごくいっぱいいるわけでもなさそうで、で、かつ、昨日かな、選挙 .com かなんかで、自民党員に限ってという、調査結果でしたけれども、高市さんが、石破さんや小泉さんを、押しのけて1位という結果が、出ていました。この辺についてもですね、ちょっと例えば日本テレビのように石破茂さんをこう圧倒的に頭が抜けてるというふうに、表現したメディアとですね、そうじゃない、高市さん前線というふうに、読んでるメディアというかメディア以外ですね、が結構あるので、そこのなんかこう、票を開けたときにですね、
どちらがより正しかったのかっていうこと、まあ言ってみれば、既存メディアのですね、ひょっとすると、世論操作、調査じゃなくて世論操作がバレちゃう総裁選になる可能性もあるなと思ってます。副団長いかがでしょう。はい。前の、トランプさんが、最初に勝った時の米大統領選挙、もうアメリカのメディアは全部バイデンが勝つ、バイデンが勝つって言っても大恥かいたわけですけど、そのアメリカの メディアに全くの批判精神なく、受け売りでそのまま垂れ流しの報道をそのまま日本でやっていた日本のメディアも、もう共倒れでですね、一緒に恥ずかしい恥をかいたわけですけれども、まあ、国内ではやっぱりなんていうか、この間のトランプさんの時と同じようにですね、好きな人が自分たちがいいと思いますじゃなくて、世の中がこんなに高く評価して人気があるんですという、まあ、捏造をして、その捏造が応援だみたいなメディアが多い状況が今回の、総裁選でですね、また、数字でもって明らかになると非常に関心深いなと思います。ありがとうございます。ちょっとお二方にねちょっとお聞きしたいんですけどもね、まあ、今回9人で、1陣営20人の推薦人かける180ですね、で自民党の国会議員367人いるんですよ。で裏返すと半分がまだ名乗りを上げてないんですね。このね残りの票ってどんな感じに、やっぱりその現在名乗りを上げてる人たちとちょっと連動するのか、ちょっと違う動きを見せるのか、その辺ちょっとどんなふうにご覧になってるかなと思って、三枝さんどうですかね。そうですね、やっぱり、様子見の人もいらっしゃるでしょうし、まあ、いずれね投開票日までにはある程度決めなければいけないわけなので、まあ、ただ今の段階ではまだ決めきれてないという方もいるでしょうし、まだその辺の引っ張り合いっていうのはかなりまだ水面下ではあるのかなという、気はしますし、うん、まあ、今現在では確かに高市さんでも思ったより結構着々と集まってきてるなっていう印象も前評判に比べるとですね、あってですね、しかも、党員票なんかも非常に僕はおそらく好調だろうと思ってるので、まあ ほとんど小泉さん石破さんみたいな言い方をしてるメディアが多いですけれども、僕はまだ全然分かんないなというふうに思います。副団長いかがですかね。そのまだ誰を応援すると言っていない187人の動き、まあ、僕は申し訳ない、勝ち馬に乗ろうとしてるんだと思いますね。まあ、ここまで行って、まあ、まさか負ける人にね、貸し込んで、勝った人から恨まれるのは嫌だと、まあ、ここまでずっと迷って粘っているわけだから、勝ち馬に乗ってですね、身を守りたいと、まあ、そういうふうに皆さん思ってらっしゃるんじゃないですか。まあ、なぜここまで及んだかは人によってね、もうこっちの人にもこっちの人にも恩があったり人間関係があったり好きだったりして、どっちか迷っているうちに今になっちゃったという人もいれば、本当にどっちから誰からも友達がいない人もいるかもしれないし、それぞれだと思います。ね、勝ち馬に乗りたいという人たちも一定数いると思うんですよね。ただね、今回180人が推薦人に名を連ねたってことは、これかつてないんですよ。だって候補者が2人とか3人だったら40人60人なんですよ、367人のうち。でね、これ団員の皆さんにもねちょっとぜひ分かっていただきたいなと思うのは、推薦人に名前を連ねるってものすごいリスクなんです。いい風に転べばいいんですけどもね。だからそういった意味ではね、結構今回は相当早い段階に、だから180人の議員がね、でね、あとね、今僕それを20人かける9としかやってないんですけど、推薦人は20人までしか登録ができないんで、実は推薦人は20人なんだけど、実は40人ぐらい
いるような陣営もあるかもしれない、でここがまだ分かんないんですよね、うん、で20人出したけどもカスカスの20人っていうところもあるかもしれないんですよ。だからやっぱりこう、これまではね誰が推薦人になるんだろうかっていうところが注目をされていくフェーズからですね、これからだって180人は絶対そこに入れますよ。ところが中には推薦人には名前を出すけれど投票は実は他にさせてもらいますよっていう方もいたりするんですよね、てなところでね、まあ推薦人の、まあ、顔ぶれで今後のことが読める場合と読めない場合ということがあるんで、本当にね今回の総裁選挙はね興味深い。これ記者さん泣かせじゃないですか、三枝さん。いや僕はね多分政治部に経験がなかったからこそ良かったかもしれないなって思ってます、うん、なるほどね。これは政治部泣かせ、はい、むしろ本当に政治部泣かせで、僕はほとんど経験がないというよりもそもそも総裁選の取材なんてしたことがないので、ああなるほどね、逆にむしろ僕はあれですね、警察関係の方から結構今こんな情勢じゃないのかっていうような情報が来てたりとか、あとは本当に地方の支部とか、はい、方で例えば締め付け具合はどんな感じですかとか、お国の先生はどんな風に考えてますかみたいな感じで、もう本当に手探りでやったので、そんなにまあ大変だったなっていう感じはしないんですけど、まあむしろ 今まで通りのこうトラディショナルなやり方でやっまあ、取材をしてるいろんな方の人脈を蓄積してる政治部のベテラン記者の方にとってはちょっと今回はめんどくさい選挙だったんじゃないのかなっていう感じがします。そうですね、やっぱ警察から結構情報入ったりします？今回はそうでしたね。いつもそんなことないんですけど、うん、うん、なんかね なんですかね、警察も立ち場に乗ろうとしてるいややっぱりね、いやそうじゃなくて、ええ、警察情報と霞が関情報っていうのは、ええ、NHK の出口調査なりみに精密ですよ。そうですね、NHK の日常の調査じゃなくて出口調査、これとね警察の情報と本当に霞が関の選挙分析っていうのはねすごい。まあ総裁選はどうなのかなっていうところあるんですけどね。副団長、初日なんですけども、ね、今後どんなところに注目されてますか？うん、やっぱりですね、とにかく私は高市さんが20人集めて、はい、立候補されたことがとにかく嬉しいと。で、そして青山さんが今その15人っていうね、お声もあったけど、まあ、とにかく20人は、推薦人が、まあ、集まれずに断念をされたと、うん、これ本当に残念だなと。であとはまあその、コバホークさんとか加藤さんとかですね、もうある程度保守の様相のある方も、名乗りを上げられて、まあ、ちゃんと20人集まってですねいうことが多分今後の自民党にとってはとってもいいことだろうと、いうふうに思っています。でこの上はやっぱりちゃんと論戦の中身ですね、論戦の中身、これに注目をしていって、まあアホなクソメディアたちはですね、夫婦別姓が一番の論点だとかね、まあ、女性天皇、女系天皇が一番の論点だとかね、まあ、そういうふうに一生懸命こう煽るでしょうけど、そうじゃなくて、そういうのは無視してですね、我々にとって本当に大事な論点について、なかなかメディアが報じようとしなくても、我々は丹念にいろんなところから拾い集めてですね、この人は本当はこういうことを考えていっているということをきちんと見極めたいと思います。うん、それでは3番参りましょう。高市早苗さんの推薦人ですね。スタッフさん、お顔だとスクロールして、出していただけますでしょうか。三枝さん、三枝さんなりにこの推薦人の面々を見てどんな印象を持たれました？
そうですね、うん、まあ、ただここに入っていてもおかしくないなと思う方が、まあ、入ってないなという感じはします。まあ、杉田水脈さんはね、かなり早い時期から棋士をはっきりさせてましたよね。古谷啓治さんはだいぶ終盤後半になってから加わられたんじゃないのかなと思います。有村春子さんとかね。でも、まあ、有村さんや古谷さんが入るというのは、まあ、今までの、まあ、なんて言うんでしょう、行動を見ていると、まあ、別にそうだろうなと思います。はい。副団長はどうでしょう。まあ、いろんなしがらみとか借り貸しとかね、あるのはよくわかります。で、私はこの、まあ、その高市議員の、選対だけじゃなくって、各、いろんな、陣営にいろんな方がへーって驚くような人も入っていらっしゃるんですけど、まあ、これ一発で、判断するんじゃなくて、なんていうかな、スリーアウトっていうかですね、ここは、ある、どうしてこの人のところにいるのって言ったら、イエローカード1枚ぐらいの気持ちでですね、3枚集まったらバッテンつけようと思ってます。はい。今ここに乗っているのは20人ですね。で、三枝さんが、まあ、お名前言わなくて結構ですから、はいはい、例えばここに入ってなきゃおかしいなって思う方が推薦人に乗ってないだけであるかもしれないですね。はい、まあ、そうなんですよ。でね、これ推薦人って早くその私は応援するって言ったものの順番で20人じゃないんですよ。これはね、なかなかの僕もちょっとこれ酒のつまみでね、各陣営この推薦人改札やったらね、もう3時間か4時間ぐらい喋れるかなと思ってるんですけど、やっぱりね、いろいろ多分考えてますね、これは。うん、この面々を見ると、で他のね推薦人なんかもやはりご自身この陣営が高市さん陣営じゃないでしょ、その陣営がもし総裁になった時のその他のこう動きっていうのも、まあ、全部この推薦人の名簿の中に組み込まれているんで、これもまた別の機会もしあったらですね、選挙終わった後ぐらいに解説なんかしたらね、はあ、なるほど、じゃあこのポストにはここが入るんだろうななんていうねことをね、やれたら面白いなと思います。で、その、加藤勝信さんのですね4番いきましょうか。推薦人一覧、加藤勝信さんの推薦人にですね小野田君さんが入られたと。で、小野田君さんのツイートですね、岡山県選出の国会議員は全員加藤勝信候補の推薦人となっておりね、まあ、朝議員を除く、その中には私も含まれていることをご報告申し上げます。なお、小野田経由の党員の皆様におかれては、さまざまな思いを胸に党員を継続してくださっていること、党員継続申し込みフォームへ添えられているメッセージを拝読し重々承知しております。苦しい中において党員を継続していただいた皆様のお考えを大切にしていただき、皆様が我が国を託したいと思う候補に思いを寄せていただき高く存じますということです。まあ、多分それぞれだと思いますけども、まあ、小野田君さんにあの人の推薦人になってもらいたい、この人の推薦人になってもらいたい、まあ、いろいろあったと、まあ、今も あると思います。ただ、まあ、小野田議員のご判断がこういうところにあったということは、私はこれで小野田議員を支えている方こそ小野田議員のこの判断をぜひね、心に収めていただきたいなと思います。副団長から聞いてみましょうか。副団長どうですか、この小野田君議員のご判断。ご判断ですね、うん、私は、まあ、まず結論から言うと仕方ないな、はい、と思って、まあ、なんだろう、ちょっとね、町内会みたいな部分も私はあると思ってるんですよ。うん、なかなかね、県連ってやっぱり
そのしがらみ付き合い、あのしがらみというかね、一番身近なんですよね。身近な、そうそう、強いんですよ。うん、で、普段いろんなこと一緒にやらなきゃいけない相手なので、まずこの最初の投票のところで、まあ、で、しかも相手が、だろうな、河野さんとかね、石破さんとかだったら、ええー、って思うけれども、まあ、加藤さんだったらね、まあ、うん、妥協の範囲内だろうと。で、そして、まあ、次の、決選投票のところでね、きちんと保守的な、だって、高市さんが断念されたんだったら、なんてことするんだってなりますけど、高市さんちゃんと立たれたので、その中で、まあ、県連の、まあ、こぞってやる、加藤さんやるのが、まあ、これはまあ、逆にね、その、保守の、候補者を、ちゃんと、一人、二人、三人と、出していく自民党という、その自民党での力学を、ね、保守に寄せる意味でも、この最初の判断は私は容認できると思っています。三枝さん、いかがでしょう。はい、僕はこの番組で言ったかどうか、もうあっちこっちで言ってたんですけど、今回の自民党岡山県連の締め付けはすごく厳しいですよと。うん、それは僕、かなり初期の頃に言った気がします。だから小野田さんの判断は僕は全く違和感ありませんし、まあ、加藤さんも保守の、政治家ですから、まあ、派手さはないにしても、僕はそれは全然いいと思います。ただ、実は僕は個人的な思いがありまして、岡山のその県連が非常に厳しいと。よって、小野田さんはおそらく高市さんの推薦人にはならないと思うっていうような趣旨のことを、自分の番組かどこかもいろんなところで結構言ったんですよね。そしたらちょっとね、その前後に小野田さんが、なんか私は最初から高市さんというふうに決めているのにみたいな X をされたので、僕自分の番組で謝っちゃったことがあったんです。僕は岡山の内部の方から、小野田さんは多分ならないと。もう本当に3週間ぐらい前かな。で、ずーっと小野田さんの名前って出なかったと思うんです。いろんなところの情勢分析とか、内部で自民党の中で流れてる情報とか、そういうやつでも、おそらく小野田さんはどこの陣営にも名前がなかったと思うんです。だから、ご本人は多分、最後の最後までものすごく悩んで、他に、加藤さんが20人揃えられるんであれば、自分は名前を推薦に連ねないで、いようかなと思っていた節も、僕から見るとちょっと感じられます。だけどまあ、加藤さんはね、岡山の方に聞いても非常に人望がある方で、かつ、面倒見もいい方のようなので、やっぱり、ちょっと他の、静岡とか、他のところの県連に比べると、ちょっとやっぱり岡山っていうのはこうギュッともうまとまるんだっていう意思をすごく初期の頃から出していたので、まあ、それは僕は、仕方がないと思いますが、ちょっと謝っちゃったのがちょっと損しちゃったなみたいな感じがしないでもありません。まあ、小野田君参議院議員に限らずですね、限らず参議院の地方区の参議院議員の方っていうのは衆議院議員に主に支えられて、でまたその衆議院議員も地方議員に支えられて、それでやっと選挙ができるんですよ。そうするとですね、まあこれいろいろなご批評評価もあると思いますが、やはり都道府県連の仲間っていうのはやっぱり一番身近なんですね。うん。で、政策はもちろん大事なんですが、まあやはりこう、まあ私みたいに落選しちゃうとですね、結局どれだけいい政策を、まあ、私が持ってるかどうかは置いといて、落選したあと、もうゼロですよ。やりたいことができる環境がなくなるわけですから、こういう点ではね、決してね、小野田君さんに限らず、まあ、他にもそういう判断をされた方が何人かいるんですけれども、これは保身だという形でね、バッサリとやる風潮があれば、ちょっとそこは考え直してもらいたいなと。確かに、なんだよ、足元のこと考えるってそれは保身かもしれないけど、それは保身っていうか、それ足元を優先しないと
仕事する環境そのものが飛んでしまうっていう話になるとですね、まあ、ぜひ小野田君さんに限らずこういった議員のね判断というのは皆さんぜひ心を収めてねいただきたいなと思います。一言お二方の、はい、どうぞ。ね、皆さんがよくご存知の通り、小野田君さんは公明党の推薦をね飲まないで語れた方なんですけど、そういう勝ち方ができたのもやっぱり県の仲間の衆議院議員の皆さんのお支えがあったからなわけですよね。だ将来その小野田さんがまあこういう総裁選みたいなことに出るような、将来ね 10年後か何年後か巡り合わせの時に逆にいろんな方を考えていても、岡山県連の人がこぞってね小野田さんの、推薦人になってくれるっていう、そういうウィンウィンの関係で大切にしていただければなっていうふうに思います。そうですね、ありがたいこと言ってくれますね副団長は。僕も選挙で苦労してるんでいや結局ね、小野田さんが公明党に対してああいう振る舞いをしたことで、小野田さんを支えている衆議院議員必ずしもそれを良しとするというか、多少はちょっと困ったことを言われちゃったなっていうのはね、一般論としてやっぱりあるんですよ。まあ、それでもそれを支えた衆議院議員たちがね、小野田さんをきっちりと勝たせたということなんでね、ぜひぜひおっしゃる通りですね。でまあ加藤陣営はですね、多分2回目の投票は絶対ばらけます。2回目の投票はもう本当にばらけます。これはもう岡山県連で、でもねやっぱり候補者になるっていうのは、僕がいつも言うように総裁に選ばれるのは一人ですから、だけれども選ばれなかったその方々は総裁選を共に戦った人間として必ず重要閣僚あるいは党の重要役職に就きますので、ここで仲間たちを押し上げるということは総裁選後のことを考えればですね、非常に重要なことで、僕はやっぱり尊いことだと思います。はい。